皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。今日は B ファーストのファーストワンマンツアーのお話をしていきたいと思います。大きく分けて2点。追加公演のチケット販売情報のお話と、今週末に行われます千葉公演のリセール情報のお話になります。まずは追加公演の日程のおさらいなんですけれども、 来年2023年の1月26日木曜日、27日金曜日に東京の国立代々木競技場第一体育館にて開催されます。1月31日の火曜日と2月1日水曜日は大阪の大阪城ホールで開催されます。石種がいくつかありまして、 指定 A 席11000円、指定 S 席13000円、着席指定 S 席13000円という3種類があります。公式ホームページにステージマップのような図が掲載されているので、詳しくはそちらでご確認されてください。こちらのチケットの販売がいよいよ来週から開始となります。まず最初に B タウンのアーキテクト会員と、 ベスティのファンクラブ会員の方のチケット申し込みが一番最初に始まりますが、来週10月3日月曜日の15時から10月10日月曜日の23時59分までの申し込み期間となりまして、到落発表は10月15日土曜日の15時からとなります。それが終わり次第、B タウンのレジデント会員の受付が始まります。 10月17日月曜日の15時から10月24日月曜日の23時59分まで登録発表は10月29日土曜日の15時からとなります今回の全国ツアーはホールでの開催ということでたくさんのベスティーの方たちがチケットが取れずに悔しい思いをされているかと思いますそんな中での追加公演ですので ぜひ今回一人でも多くの方に今回の追加公演のチケットが当選されればいいなというふうに思っています。続きまして、千葉公演のリセールについてのご案内をいたします。千葉公演については10月2日日曜日に千葉県の市川市文化会館大ホールで開催されます。 こちらのリセールなんですけれども、リセールの出品エントリー期間が9月28日水曜日12時から9月29日木曜日の23時59分までとなっております。結果発表は10月1日土曜日の12時からということです。こちらの千葉公演についてもまだまだ最後のリセールまでチャンスはありますので、ぜひ皆さん頑張ってトライされてください。 今回の全国ツアーは1公演終わるたびに b ーストの公式ツイッターでこういった写真が1枚ずつ投稿されていますよね。それがもうものすごくかっこよくって、この今掲載している写真は広島公演が終わった後に出てきた写真なんですけれども、前のページに載せていたのは岡山公演が終わった後に出てきた写真です。 一公演ごとにこのように写真を見せてもらえるのかなと思って、密かに私はコレクションするような気持ちですごく楽しませていただいています。はい。ということで、ビーファーストの全国ツアーがいよいよ始まりまして、ツイッターなどではいろいろ現地に行かれた方のお話などもたくさん出ていますね。 で、開催前に大変話題になっていたペンライトなんですけれども、こちら現地のグッズ販売でかなり在庫があるようなので、当日現地でも買えそうだということですので、それだけお伝えさせていただきます。どうもありがとうございました。おっかけ情報局リコでした。